このためにこの間に広島の関東4m73回目クリアです。この後千葉の小滝くんです。400m ハードル予選1組残るハードルあと1台。9レーンは愛媛の三好くん、6レーンは秋田の佐藤くん。一着は三好くん愛媛52秒。
第5レーン平尾雄介君群馬。第6レーン道下拓也君兵庫。第7レーン井上大地君東京。第8レーン村富幸太郎君宮崎。第9レーン佐藤俊馬君秋田。以上8名の出場で少年男子 400m ハードル決勝です。走り幅跳び青森の選手権が3回目 7m6 7位に上がりました。これで8位は 7m1 です。現在8位は 7m1。 さあ少年男子 400m ハードル決勝、7レーンの井上君、5レーンの島岡あたりが積極的にレースをしています。さあ、あと2台、5レーンは島岡君、7レーンは井上君。さあ、7レーンの井上君が先にタイムを運びました。ただいまの1着は井上大地君東京、51秒36。2着白尾雄介君群馬。